待たせしました。毎日2時台最初はザ・ゲストショーと題してゲストと一緒に笑いをお届けしていきます。グランプリ芸人大集合ウィーク、今日のゲストはこちらのお二人です。どうもトレンディエンジェルです。お願いします。ありがとうございます。おめでとうございました。とりあえずいや7年前のね、7年前すいません、ちょうど7年前、ちょうど7年前、ちょうど7年前、今のシーズンで呼んでますから。ありがとうございます。そのさ、やっぱり1年経って新しいチャンピオンがさ生まれるとさ、はい、その少し楽になるみたいなあるじゃん、噂が、錦鯉、はいはい、がもうやっとこれでなんか落ち着くみたいな、やっぱそんな感じだった2016年の時に。じゃあ、そう、いやでもそう、そんなこともなかったですけどね。あ、そう、なんかでもやっぱ今年の錦鯉みたいに本番も見に行ったりとかしてたの。あ、行きました、ね、行きました、はい、2年ぐらい行ってなかった。 2年ぐらい、そうですね、行きました、ね、2年行ってた。あの、まあ、本番のあそこの席ではなかったですけど、なんか銀シャリさんと2組で行った時もあったよね。あ、そうっけ。ちょっとね、僕あんま昔のこと思い出さないタイプなんで、はい、なんで、なんで記憶力が本当になくて、はい、だから斉藤さん、はい、今日あの M1 の話するって言って、うん、うちらネタ何やったっけって言ってたんで覚えてないの。覚えてない、ね、それも覚えてないぐらい、うん、やっぱ結局大事なのは明日なんで、はい、いいように言うけどかっこいいよ。今日もね、今日も大丈夫。結構割と今日は振り返ってない。今日は忘れてた、はい、そうなんですよね。あ、そう、何のネタやったかも。いや気を抜いてるけどね、はい、すいません。気を抜けてくるんです。気も抜かない、ね、気は抜けてるんです。そうですね、だからそんなに何やったかも覚えてない。でもあのね、埼玉で営業行ったの覚えてる。それは記憶にあるんですか。横山のね、はい、それは覚えてますけど、あの遅れてったやつですよね、はい、あ、それは記憶にある。それはめちゃくちゃ、ああいう、あの、もうすごいセンセーションなるな、あの、僕。トリネンジェルがね、はい、渋滞で巻き込まれて、夏子ちゃんとね、ナイツで繋いだっていう。繋いでいただいたと思いました。行ったら結構柄がちょっと。ノリ、みんなお酒入っててすごい、すごいノリだった。あの時チャンピオンの直後だったよね。まあ結構そうですね。そうっすね、そうだよね。だから駆け回ってます、はい、うん。大変だよね。大変だと思いますよ。それぞれは、もう家で見たんですか？ M1 とは見たんですか？僕ら福岡で、今年は福岡の劇場、吉本の劇場でパブリックビューイングみたいなやつで、はい、イベント坂井壮さんと2組で、そうです、坂井壮さんと2組で、もう M1 を見るパブリックビューイングみたいな、そうです、お客さん集まって CM 中だけちょっと舞台行って、はい、なんかどうでしたか今のみたいな感じで、楽しかった、めちゃくちゃ面白い、いや、めちゃくちゃ良かったです。あの、特に福岡の出身の人がいるわけじゃないけど、はい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 、毎年それやられてるんだ。なんかそうみたいですね。それ福岡以外もやってんの？大阪とか。いや、無限大ホールとか毎年やってんじゃん、ね、毎年やってるんだ、パブリックビューイング。そうです、だからお客さんも、ね、それはやっぱ吉本の劇場だから吉本応援してるとか、それ関係ないのか。いや、関係ないです。普通にもうみんなでいっぱい、もう、ね、楽しんで、みんなで大きいテレビ見てるというか、うん、そうですね、普通にネタで普通に笑いますし、そうそうそう、だから面白いですよ、逆にその、あ、やっぱここの評価もテレビの、あそこの評価となんとなく一緒だったなっていうのが、アンケート取ったんですよ、直前で。だから、その、決まる3組の時に。そして、やっぱ、ウエストランドが、やっぱ、ちょっと、6割ぐらい。あ、そうなんだ。いやいや、多かった。いやいや、多くて。で、まあ、さやかが、まあ、3割ぐらい。最終決戦の？そうです。あ、すごい。CM の時に。ロボットダディが2人ぐらいだったんで。はい。いや、違う、まあ、その場所ではですよ。その場所では。あ、だから、なんか面白いなと思いましたね。まあ、そうね、パブリックビューイングで見てる感じでは、そんな風にね。そうです、そうです。なんてか、その現場は。面白い。そう、だからなんか、面白いじゃん。もう、相棒もちょこちょこ喋ったりしてね。ちょっと小粋なくすぐりトークしたりとかでも、はい、でも一昨日のことなんでもう忘れちゃってるんで。いやいやいや、ここはメッシュ。最近じゃない。メッシュです。頭はメッシュね。アルゼンチンの。見えないから、ね。アルゼンチンじゃないです、本当に。最初の1ミリですか。最初の1ミリですか。ここ、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 ドアン率ね。ドアン率、はい、ドアン率よく言われますね。よく言われます。よく言われます。はい、ありますね。あとやっぱあのね、21歳のフォワードの。21歳の何でしたっけ、久保田圭房夫さん。いや、区切るとこ間違えてるの。久保田圭房だから。久保田圭房夫じゃ無理で。ありがとうございます。ゲイハの悲劇です。ゲイハの悲劇。頭皮の悲劇です。頭皮の悲劇が近いです。いいやつあったね。頭皮の悲劇。そっちなんですよ。やられてます。ほぼやられてますね。まあそうですね。はい。ちょっと遠いですよね。はい、ゲーハーはやっぱり。悔しい。撮る方が綺麗ですよね。頭皮綺麗。綺麗ですね。頭皮の綺麗な。そうなんです。ブラボーですね。はい。ズラボーです。これはしょうがない。これはしょうがない。これちょっと荒いですけど。花田さん、今年一番悔しいかもしれない。でもさ、あの、それ染めてないでしょ？染めてないです。クロアチアのね、手は。いやいやいや、コーヒーだろ。それ染め
大外刈りできましたね。まだ挑むか。いきなり大外刈りできました。スピードと大外刈り。今年お亡くなりになりましたか。いやいやいや。え今年お亡くなりになりませんし。誰のこと先駆けの先駆け。崎村大夫じゃない。崎村じゃないと質問なくなって生きて、俺。ライブとかで見るけど、誰も知らない。今年亡くなったのも知らなかったでしょ。質問がおかしいや。今年亡くなりましたよね。誰かなと思って。情報がないんで。存在しないじゃん。黄色い眼鏡かけてこなきゃ。知らないよね。黄色い眼鏡ね。結構のね。結構の。何を言ってるそうなんですね。何も知らないでしょ、こいつはもう。こいつは知らないし。ニュースとか。知らないです。ね。だから俺やっぱ M1 で、やっぱその野沢を、ああいう、あの、なんすか、黒岩都知事、黒岩県知事の。俺はもう最高でしたね。さすがだなと思った。ちょっと嫉妬すらしました。伝わる方、伝わる議員当てやがってとか。当てやがって。伝わる議員当ててくださいよ、確かに。しかも、野沢の返すスピードも早かったっすもんね。そのあの、ラジオショーに、ゲストで来てましたよね。だから、早すぎて。早すぎて、ちょっとなんか、打ち合わせしてたんじゃねえかって思うぐらいの。焦りがね、ちょっとでも取り戻そうという、見えましたけどね。面白いよね。やっぱトレンディエンジェルもね、敗者復活だったもんね。復活、懐かしいですね。15年だ、それこそ、だからメイプル超合金。いや、そうですよ。メイプルがトップバッターだったんだよね。そうです。トップバッターでした。そうですね。思い出した。トップバッターで。そうですよ。7年前なんですね。7年ですよ。7年も経ちますね。7年前だよ。すごいっすよ。だから敗者復活もねやっぱなんかやっぱなんとなく M1 見てたら昔のねあのたまに V とかね差し込まれるの多少は期待するじゃないですかやっぱあんまりどんどん減っていくじゃないですか今年とかも今年とかもなんかあんまなかったなトリンディエンジェルのちょっと時間が少しずつ短くなってエントリー数が最初の中川家さんの時から徐々に増えていくみたいなセクションじゃないですかでも僕らの時やっぱ復活してる M1 なんでどうしても多少多分凹んでるんですよ2010年よりは多分ああそうなんだその関係で多分この尻上がりに上がってく関係で多分僕らのとこカットされてるんですけど細かい僕らだけじゃないですけどねもちろん一代やっぱ優勝者はさ今回18代目やっぱりあそこはちょっとでもいいからやっぱりやってほしいんだまあまあなんとなくねやっぱその焼きたてのメロンパン売り切れんだろみたいなそのサンドさんのフレーズとか毎回流れないですねワンボケ流れるし柴田さんも疲れたってバッてなれるそうっすあれああいうのないんだまあ、あまあ、知ってんのは俺の来いよ来いよだけですね。来いよ来いよ。あの、敗者復活から、スタジオに向かう時の、もう完全にかかって、来いよ来いよ来いよっていうのが、めちゃくちゃ恥ずかしい。はい。めちゃくちゃ。芸人じゃあんまりやんないですよね。優勝した瞬間じゃないんでしょ違います違います。チンピラ風に。チンピラ風に。そう。来いよ来いよ。大丈夫その時は、流れるもんね。まあまあ、そうです。恥ずかしいね、それね。恥ずかしいですね。やっぱ今見るとね、めちゃめちゃ。信じられないですよ。はい。もうでも、もうさ、15年以上経ってはいるんでしょ芸歴18年目です。18年目だもんね。だからもう絶対出れないわけだから、後輩たちがいっぱい出てるってことですよね。そうです。みんな知り合いの、知り合いっていうか。だから僕はやっぱそんな後輩付き合いもそんなしてないんで、たかしの方がやっぱ結構ね、知ってる人たかしだって誰が仲いい人がいるのあ、ウエストランドとか。そう東京の、ウエストランド同期みたいなもんなんでね。優勝したじゃん。え、同期じゃないウエストランド同期いや、だから、これは結構いろいろ、物議があって、何年目なんだみたいな。それこそこの前、M1 アフタートークって無限大ドームでやったんですけど、その時も旧の清水、もうなんか芸歴が詐称してるみたいな。あ、だ結成はあれですよそうです。タイタン入ったのがみたいな。だって井口俺最初出会った時、誰と同期ぐらいって言ったら、吉本で言うとジャンポケさんぐらいですかねみたいな。ということは、剥奪か、もう。で、その2、3年後に会ったら、大宅と同期です。あれで、その2、3年後に会ったら、またなんか、そいつドイツと同期ですみたいな。なんか、わけわかんないけど。ちょっとずつずらしてきてる。会うたんび会うたんびに、芸歴が。芸歴13年ってなってたよね、今回。なってた。13年。一応なんかその。でも怪しいですけどね。え ?13 年ってことはないでしょ。13年は、なんか、結成は知らないですけど。吉本の AI 社に、ちょ、高橋それ言えって言われたの。2年連続ダッシュしたことじゃないですよ。それは知らないですよ、僕後から発表させることじゃないですけど。でもコンビ歴ですよ。まあまあ、M1 に関してはね。ただ、芸歴に関してはちょっと。芸歴はだって、まさのりさん30年くらいやってんだからね。まあ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 。コンビ歴で、一応出場資格だけど、ウエストランドは同級生だもんね、あれね、2人。あ、そうです。岡山かなんか同級生ちょっと、このまま終わりたくない。さやかファンとしては、このまま終わりたくない。絶対ダメだ、審査員がそんなこと言ったら。コンビ
ビ歴は多分詐称してないんですよ。あ、そう。芸歴をってことですね。まあ、それはね、それは詐称してんだよな、いちいちね。若手に見られたんじゃないですか。そんだけ、それがガチってこと、それが。旧の清水さんも、本当は大阪の28期生。そういうことだね。アインシュタインの稲田とか。ああ、じゃあ僕らの一期生ですね。じゃあ17年ぐらいやってるんだ。でも、一回辞めて、なんか俳優とかやってたらしいんですよ。それ本人曰く、俳優とかやると、面白くなくなるから、芸歴マイナス10年で、今7年目って。その理論で。その一言が言ってんだよ、お前。いや、俺が言ったんじゃないですか。まだウエストランドみたいなこと言ってんですよ。イグチーズムですよ、完全に。だから、ライブ中ずっと二人がなんか芸歴の話してて、言い合いして。で、ちょっとなんかあれだね。疑惑になっちゃうね、そうなるとね。まあ、お見送り芸人新一も優勝した後なんかね、ザジーに言われたりしてたもんね。あれなんか、先輩なのにみたいな。リアルにね。うん、でも、R1 側からもう認められたからね、そこは。はいはいはい、はい。出れば、ね、はい、審査で落とされることはなかったもん。まあ、ね、まあ、そうですよね。最初の2回戦からね。え ?R1 ね。あ、俺あ、疑惑の。疑惑の R1? これ、疑惑の R1 知らない。やばいやばいよ、ね。R1 出たの？いや、今年は出てないんですけど、うん、何年目ですかね。それこそ、これ。2014年じゃん。2014年ですね。ザ・漫才の、うん、花大さんが優勝されて、僕らが、一応ギリギリ大竹誠さんが一票入れてくれて、うん、一応準優勝扱いっていう形で、ザ・漫才準優勝。ザ・漫才準優勝だったの？一応その大竹誠さんの一票で、準優勝扱いなんですよ。うん、一応ね。そんな時あったっけ？あったんですよ。で、花大さんが優勝された、うん。最後のザ・漫才で、うん、で、まあ、その年、まあ、ちょっとやっぱ、忙しくなって、うん、で、その後に R1 が新年始まるじゃないですか。うんうん、その時に、まあ、もう結構1回戦終わってたんですけど、最初、R1 出ますって、まあ、言われまして、まあ、なんか、なんていうんですか、まあ、ちょっとその、ザマンでちょっと行ったんで、あ、なんかその、ちょっとプロモーションも兼ねてみたいなことなのかな、みたいな、まあまあ、まあ、僕、でも、その年まで R1 全部1回戦落ちだったんです。毎年、出てた時は。毎年ではないんですけど、まあ、5回ぐらい出て、5回とも1回戦で落ちて、で、まあ、出て、出させてもらったんですけど、もう1回戦終わってるんですって言われて、え、大丈夫？俺、1回戦落ちしかしたことないけど、つって、まあまあ大丈夫ですと、うん。まあ2回戦から出場いきなり始まって。決まって。あ、やばいやばいやばい。爆弾発言これ。で、あれよ、あれよと、準決勝まで。準決勝はい。え、はい、準決勝いやいや、受けて準決勝まで。え、でもフリップネタやったのね。フリップネタ、はい。最初のフリップ知らないですか？フリップネタ、僕、やったことなかったもんで、初めて。フリップってやっぱ大きさが、やったことない人って、ルミネとか大きい会場とかだと、どれぐらいの大きさか分かんなくて。そうです、そうです。で、やっぱ準決勝とか行くと、銀座時事通信ホールとか、大きいとこなんで、ちょっとデカめのがいいのかなと思って、銀座の伊藤屋行って、1枚が僕、畳1畳分ぐらい。わかんないから。フリップネタやったことない。わかんないから。はい。で、それを最後も操りきれなくても、暴れてフリップ。暴れフリップ。めくれないですね。1畳分の、まあ、フリップの話。すいません。3キロぐらいあったんですもん、フリップだけ。嫌になっちゃって、それでも。はい、フリップの話だけで面白いんだから、2回戦からやったってやめろよ。余計な疑惑を。余計な変なモヤモヤが残るじゃん。そうだけど、ネタは思んなかったんだけどね。はい。我ながら決勝行かなくてよかったね。いや、よかったです。いけてないからね、決勝ね。本当によかったです。結果的にはもう、結果的にはい。その後 M1 優勝したんだ、じゃあ。まあそうですね、その後。それがあったから、暴れフリップがあったから、暴れフリップの事件があったんだ。おかげで M1 が、はい。そんなハゲのフリップみたいなやつだったの？ハゲのことわざで。教えてや、石の上にも3年みたいな。石の上にも3本とか、ほんとほんと、めちゃくちゃイージーな。イージーないじりを本当に。ただ、紹介するだけです、本当に。いや、ここで言うから別に受けますけど。ひどいぞ、やっぱ、会場ではね。ハゲ先生がそれを。そうです、ハゲ先生。夏井先生みたいな。はい。俳句の先生ね。はい。ハゲ先生。そうですね、だから、薄井先生。僕やっぱ、先生早いね。インク見たいんで、早い。薄井先生か。薄井先生の。薄井先生の方がいいね。夏井の、はい。ハゲバト。ハゲバト、いや、これバトね、そうですね。まあそうですね。うん、ズレバト。ズレバト。ズレバト、はい。先生、ありがとうございます。はい、すぐ訂正していただきました。原作が早いね、やっぱね。原作が早いですね。早いですね。そういうことが、だからね、何の話でした？芸歴のね。そうですね。話ということ。ダイヤモンドなんか仲良かったの？後輩なもんね。ああ、そうです。そうですね。ちょこちょこ飲み行ったり。私はやっぱ仲いいですね。でも、やっぱ、へこんでましたよね。あ、終わった後も飲み行ったの？おのと、あ、そうなんだ。おとといってもう終わった直後じゃん。あ、昨日か。あ、おとといですね。まあ、軽く、はい。
あ、そうなんだ。次の日じゃん、M1 の。次の日だね。そうっすね。飲み行った。その、M1 アフタートークみたいな、あったんで。ああ、なるほど、ね。MC をやったんだね。トレンディエンジェルが。あ、僕と、ノブコブの徳井さんで。へ、はい、3人で軽く飲み行ってました、ね。まあでもやっぱ凹んでましたよ。そっか。そりゃ凹むよね。再会で。でもまあ、その、ネタ悪くなかったっすよね。うん。うん、もちろん、もちろん。もちろん。順番のせいっすよね。でもちょっと早かったっけどね、その、なんか、ぼーっと見てる部分にはちょっと入ってこないパターン、時はちょっとありましたけど、ね。ちょっと考えさせる、そうそうそう、ネタでもあるわけね。そこのパパっていうのがちょっと入りづらかったっていうのは俺はちょっとあったけどね、正直。うん。順番と、まあ、その、えみくじは、トリンディエンジェルの時はまだなくて。なかったです、なかったです。僕らのせいでえみくじができたっていう。あ、そうなんだ。なんか会社が有利すぎるから。ちょっとずるすぎるんじゃないか。知らねえよ、こっち一回負けてんだから。そうだね。その計算して敗者復活言ってるわけじゃないんですから、うん。そうだよね。そうだよね。それはもちろんね、と思う。ストレートで行きたいわけだからね。もちろん。それはもちろん。まあ、そっか。まあだからそれでっていうのはね、やっぱありますけど、まあ。だから進化してんだよね、多分円満もルールをね、いろいろね。そうですね。毎年こうね、改善してね。うん、そうだと思います、やっぱり。うん。やってるわけだもんね。やっぱオズワルドが全く同じネタやったじゃないですか、敗者復活。放送されちゃってるからね。そうそうそうなんですよね。なんか僕らの時はまだ多分敗者復活もそこまでそんな見てなかったか、放送はなかった、地上波は。なかったですか、うん、多分。あれ、地上波ないんでしたっけ、ネットでしたか、やってるよ。だって俺たちがそれでよし行くぞのやつやって滑ったんだから。そう、俺、あの時は本当にナイツさんのおかげで。でも今ほど注目度もなかった。配信が消えてたけどね。よし行くぞ。歌っちゃったから配信が消えてたけど。地上波はあったのか。そうですよね。だからあの時ナイツさんがもう全然違うことやりだしたから、うん、僕らが敗者復活行かせてもらったって。それまた面白いのが、うん、それの、俺たちは俺なんかは別に行くつもりでやったんだよ、あれを。あ、そうなんですね。あの、敗者復活もさ、9時になったじゃん。はいはいはい、今年から。はいはい、あれなんで9時になったんですかって、この前聞いたの、プロデューサーの人に、うん。なんか、もう捨てに来るやつがいるんだよ。あの、トップバッターだから。敗者復活のトップバッターに来たやつはね。そしたらなんか、爪痕残すだけで変なネタやるコミが増えちゃったんで。なるほど。来年にいいネタを取っとくとかね。そういうやつがいる。それはちょっとやめてほしいな。捨てネタだと思われてたんだ、うちら。いや、俺たちもそうだ。ないけどね。だからトップバッターとかなるとね、なかなか不利だ。まあ、不利ですもんね。うん、だ全部そういうのも考えてさ、なんかやるんだよね。まあまあそうでしょうね。捨てネタやりやすい。本人はそんなつもりないですもんね。でも今、じゃあ、あの、漫才はどのぐらいやってんの、月に。いや、でもまあ結構劇場を入れていただいてるんで。そうだよね。まあまあ、もうどんどんもう、うん。いいね、劇場があるっていうのは。いや、そうっすね。ありがたいっすよ、ありがたい。あの、沼津とかも行くの、たまに。沼津はね、今週行きますけどね、またね。うん、沼津めちゃくちゃ行ってたんですよね。行ってるね。そうですね。やっぱ M1 の直前は、すごい行かせていただいて。沼津で全てお笑い学んだというか。そうです。沼津で学んだの、しらすが俺を。沼津でお笑い学んだの、しらすが俺を育てたってこと。沼津のしらすが。沼津のしらすが俺を育てた。食べたの、食べ、まあ、2、3回いただきました。3回かよ。それは適当でいいじゃないですか、それは。花さん、そこはもう。気になるじゃん。何がにかかってんのかなって。かかってる。かけるのは有名だね。ね。かけるの苦手だから。どうする、結婚して、どう、子供も。いや、もう子供めちゃくちゃ可愛いんでね。もうほんと2人の子供、うん、今日もね、遊んできましたけど。うん。お子さんも2人。もう落ち着いたもんですよ、うん、私も。はい。あ、そう。何をやんの、もう子供と一緒に。何が一番楽しいの、遊んでる時は。なんだろうね、やっぱまあ娘、うん、やっぱ僕すごい甘やかしちゃうんで、本当にもう、朝7時ぐらいに一緒に娘と散歩して、え、いい、ね、あの神社とか近くにあるんで、うん、神社行って、うん、あの一緒にあの豚麺って分かります？分かる分かる、お菓子みたいな、ね、そう、ちっちゃい、カップラーメンみたいな、ね、うん、あれとか食べさせちゃったりとか。朝7時、はい、朝7時の豚麺。それをするとお菓子があるからパパと一緒に散歩行ってくれるみたいな。まあそうです、そうです、絶対ママ嫌がるやつ。そうそう、めちゃくちゃ怒られて奥さんそれで、はい、なんで、あんま食べさせたらカップラーメンとかみたいな、お腹いっぱいになっちゃうんじゃないですか。そういう問題じゃないの、お腹いっぱいになるとかじゃなくてね、子供のうちからあんまりね、そのね、その、うん、体にね、ちゃんとした食事をみたいな、そんなこと怒られてんだ。そう、そういうのとか、ね、うん、豚麺くれよみたいになっちゃうよ、そのうち。いや、そうです、だから、うん、その内緒、最近耳打ちしてきますよ。あの、明日散歩行こうかひなって言ったら、うんうんうん、豚麺いいとか言ってる。そんな可愛いんですけど、そう。ハマっちゃう。言われたらもう無理じゃないですか、親としてはね。娘にそんなこと言われたら。豚麺の。うまいもんな。こうね、朝の豚麺の味覚えちゃった。朝の豚麺の味。ね、そう、うまいんですよ。うまいんでね、しょうがないんですけど。そう。そういう、食べてるの見るのがね、幸せですけど。ね、まあ、やっぱりね。たかしはまだ一緒に住んでるんでしょ、みんなで。はい、あ、中峰くん一緒に住んでるでしょ。あ、そうです。もう今、4人。家賃払ってる、中峰くん。まだ。
歳です。まだ？一番先輩でしょ、中身。一番先輩です。トロハル本来来たんだ。4月ぐらいから住み始めて、一応こう、家賃2万だって話をして住んで、あの、夏ぐらいに、8月ぐらいに、なんか、別にそんな家賃払った払ってない話を全然してなかったんで、で、普通にみんなで飲み行った時に、家賃の話になって、えってなんか急に黙り出して、うん、なんかあれっつってあれじゃないよ。でなんかあの払ってないわけじゃないんだよ、うん、あの1万円しか払ってないだけだみたいな、うん、その今ないから、うん、その払ってないっつって払う気はあるんだよ、うん、払う気なかったら家出るだろうみたいな、うん、払う気あるから、うん、俺がいる限り絶対払うの一点張りでじゃあ誰かが立て替えてるわけでしょ。そう、ね、数がはい、数が甘えすぎだよそれ。まあ甘えすぎだよ。甘えすぎだってもう半年以上だもんね。4月からでしょ。いくら払ってるかも誰ももう把握してないんじゃないですか。なんで、なんだ振り込みなの。一応こう2万円をこうその台所のなんか入れるお金入れるところに あるんだ、そういうのがね、はい、入れるんですけど、うん、そこ一個に増えないんで、うん、そっからこうなんか食費とか、うん、なんか電、うん、その電気代だとかそこは抜いて払ってるんですけど、ちょっと中峰くんに電話しようか CM 明けに。そうね、この番組でもうしょっちゅう電話するのよ。そうだ、あとなんかそうだそうだクイズ出してもらおうか一個。ああ、はい、M1 終わったばかりだ。あ、ね、M1 クイズ。あ、じゃあ一回 CM 明けラッチョ。いや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 、ラッチョ。ラッチョ。一瞬気づかなかったっすね。好きあればいいかもしれない。最高だったみたいな。頭皮の悲劇。頭皮の悲劇は。さあ、ラジオショー、ね、そうですね、今日はトレンディエンジェルをゲストにお迎えしておりますけども、たかし君とね今同居中という、はい、こういう時に意外に聞いてなかったりするからな、中峰君も電話してみます。うん、家賃なんで払わないのかでしょ。でも払う気あるって言ってたんで。本当に払ってほしいけどね。何してんだろうな。水曜日はいつもスタンバイしてるはずなんだけどね。あ、そうなんですね。あ、出ない、こいつ。それも難しいけどね。でもトレンディが出るってなってたら聞くと思いますけどね。うんうん、あ、家賃の話だから、ね、だから出ないんだよマジで。あの家賃の話だから。そういうことか。逆に払わなきゃいけなくなっちゃうから。払う気ないんだ。そうわ、そっか。これどうします、高橋。これダメだ、出ない。本当に逃げてるってことですね。逃げてるということになりますよこれは。そんなことある。水曜日に仕事あるわけないんで、うん、あるわけないのかしら。あるわけないのかどうかしら。ちょっと悲しいですね。悲しいね。出なかったの。じゃあもうこれはしょうがない。これはもう確かにね、出ないということで。はい、さあじゃあ、うん、コーナー行きましょうか。はい、はい、あ、今年のスポットナイツ。はい、まあ、今もう終了しました。いよいよ年の瀬ということでね、今年トレンディエンジェルのお二人に起きた出来事なんかを、ね、伺いたいと思いますけども。何ですかね、はい、それぞれでいいんですか、コンビでいいですか。いや、コンビでやっぱね、俺らはちょっとやっぱ、花輪さんに共通するじゃないですけど、ですか、やっぱキングオブコント2022。嘘でしょ、出たのも出ました。トレンディエンジェル出たの。もちろんもちろん。なんなら、去年も出てますし。あ、そうなんだ。そうです、そうです。そうなんですよ。どこまで行ったの。あの、準々決勝ですか。はい。で、そうです。で、まあね、やっぱその、花輪さんがなんか、その、一回戦で落ちたみたいな記事を、あの、見て、あの、魔物住んでるなと思いながら。俺が魔物だ。魔物のせいで、魔物のせいでっていうよりはね。ただただ普通に。ただただ普通に。南大塚ホール。あそこで止まったんだね。から魔物っていうか、魔が差したって言ってた。魔が差した。手応えなかった。手応えなかったね。まあ、その前に近くの公園で練習してる時に、これ無理だなと思って。練習の時点で感じたんだ。ギリギリまで入れないですからね、会場に。一緒になんか予選受けたらダウ9万見て緊張したから。本物のダウ9万いる。でも予選受けるってことはなんかあの感じでしょ、要するにみんなと混ざって1回戦からでしょ。1回戦からもちろんもちろん、はい、で、あの本当5分前じゃないと入れないじゃないですか。そう、コロナ禍でさ、そうで、しとしとした雨の中ね、あの、そうです、外雨出させていただいて、1回戦の会場どこ、南大塚ホール。南大塚ホール、あのなんかさ、あそこ南大塚ホールのさ、あの家庭科の教室みたいなところでさ、
家庭科の家庭科の教室みたいな家庭科教室みたいな、なんかキッチンが何個かある、なんだろうね、うん、なんかありますね、多分料理教室とかやるとこでこうしっかりするみたいなって確かにそうです、はい、あそこで待ってたんだ待ってました、だからねちょっと早めに15分前に入ろうもんなら、うん、ちょっとまだ待ってください、ね、いやその10分前とかでも本当入れないですよ、ね、コロナのあれもあるんでね、はい、本当徹底してるんだね、徹底しました、本当に入れないんで厳しかったですけど、いやそうか、でも出て、うん、まあ言っちゃうともやったのが僕らあのクセスゴっていう番組でやってるセニョール斎藤っていう、うんうん、なんかほんとモノマネ芸人の師匠と弟子みたいなやつがあった、あそれをまあ基本やってたんで、ね、順で、うんうんはい、あその前は普通のネタやってたんだっけ、うん、普通のコント1回戦と2回戦は普通のコントやってて、うんはいはい、まあ、一回戦セニョール短いやつ。一回戦そうですね、セニョールやつ。全然覚えてない、ね。そうそうそう。全部高橋君に見てる。二回戦はちょっと普通のコント。普通のコントやって、で、通って、うん、で、まあ、準々決勝どうするってなって、うん、で、ちょっと準決勝はやっぱちょっと違うじゃないですか、もう。準決勝ちょっとお客様もガチだし、うんうんうん、ちょっと怖いなと思いながら、うんうんうん、でも、準々決勝で滑りたくないじゃないですか。うんうん、もう準々決勝も、あの、準々決勝から出てくるんで、うんうんうん、あのレギュラー組が。うんうん、だから、もうちょっとこのセニョールしかないなと思って、うんうん、まあ、やったんですけど、まあ、ちょっとやっぱ違うんですよ、何かが。どうのお前、どうのセルフサービスばっかりじゃんって、お前。さっきのさ、どうの何がええねん。どうの何がええねんって言われたら皆さん口添えて言いますよね。セルフサービス。もう、ありがとうございました。何が足りてないと思う。え、何個まで言ってる。一個に決まってるよ。何個言うつもりやお前。真剣に考えた結果な、一つだけちょっと自分の人生足りてないものを見つけた。一つだけ。うん、青春や青春。ブブー。何がわかんねん。何やブブーって。41歳で青春。俺には青春が足りてないねん。おつむの方が足りてへんやん。やかしよ。俺は常に青春を感じてるだけ人間やねん。じゃあそれウィキに書き足しとく。絶対やめろよ。文字で見たらなんか恥ずかしいやろ。いや生で言ってるのが恥ずかしいですよ。恥ずかしいよ。いやでもちょっと青春を感じたいのよ。あそう、まあ、例えばで言うとさ、あの甲子園に行くこのメンバーみたいな、野球部で甲子園に行くメンバー発表します。はい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 、あれちょっとな、汗と涙感動的やからいいやんか。ちょっとあれを味わいたいさ。あちょっと俺野球部練習するから、お前感動となって甲子園に行くメンバー発表します。OK。バチコーン。ダッサー見て分かるやん、野球経験したことない、野球やったことないやつのエア野球一緒見てられへん、スッと集めて招集する、うん、頼む、分かった、招集してセカンサードファーストはよ呼べよお前は、こんなにすぐ拍手って収まんねんな1回目はまだもっと拍手あったけど、じゃあしんどいから早よ呼んで頼むわ練習してはい、こいよ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 はい、練習に熱を帯びんなよ、いや、ええー、ね、こんなん練習に熱を帯びんで、はい、あ、すっと招集して招集するやつレギュラーのメンバー発表頼む、練習してじゃあここいらんねんけどな、練習してよいしょ、監督そろそろ招集かけた方がいいんですか、あーそうだな、よしやっぱり明らかに、うん、なんかこう場違いじゃないですか、場違いなんかがすごかった、うんうんうん、まあ 3分だけネタ、うんうん、3分半ぐらい、なんかちょっとクセスゴの空気とは違う、ちょっと本気のね、ちゃんとしたコンテストだぞみたいな、ファイナリストも出てくると、うんうん、なんでもあのでもクセ、まあ、セニョールのいいところって、うん、一応そのモノマネ芸人なんですけど、うんうん、降りれるんです、いつでも降りれる、降りながら客いじりをしながら、コントだけど漫才っぽい雰囲気というか、なるほど、いつでもそこの戻せるんだ、そうです、だからもう後半1分半はもうほとんど客いじりずっとしてましたね。
キングオブコントなの。そうですね。そうです、はい、そのネタ終わった後にスタッフさんに言われたんですよ。うん、あのキングオブコントで、うん、あの客に拍手を煽ってんの初めて見た。拍手こいつが、こいつっすよ、もう。たかしが言ってんの、こいつは。もうあの人、こいつ入っちゃって、いや、こいつが。もうたまんなくなっちゃって。手間違いで。ランクしてんでしょ、でも。いや、まあ、してますよ、そう。で、まあ、後半は、まあ、受けはした。で、最後に、ほんと時間いっぱいで、3分。中短パンのところで終わっのところで、ほんと最後のドカーンっていうところが、僕のお家言う前に、ちょうどそれが重なって、うん、それで大爆笑を来てみたいな。時間切れの、そうです。土管がね。そうです。で、マネージャーとかが、やっぱその、マネージャー現地には来てないんですけど、行くわけですよ、吉本の社員から。トレンディさん、すげえ受けてましたみたいな。いやでも、受けにもいろいろあるじゃないですか。それ良くない受けなんだけど。裏受けね、裏受け。そうね、客いじりと。そう、それでもちょっと散ったんですけど。散ったというかさ、出なくていいじゃん。いやいや、でもやっぱ、M1チャンピオンなんだから、ね。いや、コンテストは楽しいじゃないですか。二冠をやっぱ目指してる。目指してると言ったら、あれですけど。まあ、ちょっと楽しいから出てるもん、うん、楽しいっすか。そうなんですよ。しますもんね。やっぱ平等じゃないですか。だって5分前じゃないと入れないっていうのも、うん、そうね。そのまた、南大塚ホールがまたいいっすよね。いいですよね、場所が。初心を思い出させてくれる。俺ね、本当に思ったんだよね。なんかその、うわ、なんか、こう、なんかこういう背番号見て、つけてた。つけてやりやすい。そうなんですよ。で、俺なんかその前にね、やっぱ外にいたら大塚ホールの前いたら、うん、ピンコバちゃんわかります？ん？ピンコバちゃん。いつも笑ってくれる。笑ってくれる。一番前で見てる。ピンコバちゃんっていうお客さん。お客さんね。ピンオバと久しぶりに会ったから、ピンオバ、ピンオバっていうのネタ合わせの、もうほどほどに俺15分くらいピンオバと喋り込んで。もう懐かしい若手の時のもう初心ですよ。変わらないもんね。変わらない。ピンコバさんはね。そうそう、変わらない。忙しいの。忙しいのはあると思います。この後ルミネ行って、インポッシブル見に行かなきゃいけない。忙しいんだね、ピンコバ。この後、神保町も行ってさ、私が今思うのか忙しいなよとか言って、スケジュール帳見せられて。パンパンでした。パンパン。パンパン。はい。そっか、じゃあ、今年振り返るとやっぱそこが、やっぱ初心に帰ったんだね、そうです。そうです。本当にキングオブコントで。そう。でも、本当に上がれる感じはしなかったよね。まあちょっとやっぱね。やっぱり。なんか昔の M1 の敗者復活出てたダブルネームさんみたいな感じですね。そんな、受けても行かない、行かないんだろうなっていう。行かないんだろうなって。絶対受けてるんですけど。あの、バタの名を頑張れシーバーね。頑張れシーバー。ダブルネーム。ジョーさんね、ジョーさん。ジョーさん。ジョーさん。懐かしい。東京の芸人に詳しいよね。やっぱりね。まあ、そうですね。吉本じゃない人に結構詳しいよね。はい。やっぱその、同居してるんで、そういう事務所の人の情報、吉本以外の。確かにね。情報も入ってくるんで。面白いね。そうですね。あるね。面白い。もうでも今年も忙しかったんじゃないの？だっていろいろ。ね。あの何映画のシングの。あ、シング。キャストに選ばれたの？あのシングはもう、これ2なんですけど。すごくないですか？1もやらせていただいてたんで、まあ流れで2も、やらせてもらってっていう感じですね。だって、紅白のさ、もう本当正直全然わかんなかったの、その韓流の人が。あ、素性メンバー。めちゃくちゃすごい人だじゃん。いやもうすごいです、もう余裕のトップランカーばっかですね、K-POP の。うん。だから、みんながね、誰やねんみたいな言ってるのももうとんでもないみたいな。そう、韓国にはそういう年末のないの、なんか大晦日的な。よくだって向こうに忙しいんじゃないの、日本のやつにさ。確かにね、でもなんかね、その直前とかに本当レコ大じゃないですけど、うん、この間も大阪でもやってたんですけど、うん、ママっていうすごい大きな、うん、あのショーのイベントがあるんですよ、うん、あの M ネットっていう曲のその授賞式があって、そこが結構ド派手にやったりするんで、まあ、ちょこちょこあるんですけどね、やっぱりね。だからまあそれプラス、まあ、まあ日本への戦略も多分あると思うんですよ。日本は結構大事な今来てくれる、はい、場所なんで、マーケティング的にも、うん、はあ、すごい詳しいんだよ、抑えてるもんね。そうだ、K-POP は分かるんですけど、その、うん、分かんないですよ、三日月マンハッタンとか言われたら。三日月マンハッタン、え、ポップ K-POP じゃねえよ。高橋のね、言う、うん、ザ漫才、認定漫才師の認定漫才師ね、なんかって言うけど、まあ、この辺でさ、着信ありとかなってるじゃん、はいはい、なってないんだよ。さすが、もう、ま、ガチですよ、払いたくないんですよ、本当に払いたくないんだよ、ガチで払いたくない、年内はもう払わない、そうですね、今この瞬間だけプロレスでいいけど、書いたらドキュメントになっちゃうから払いたくない。そうなんですよ、払いたくないと払えないと思う、払えないと思う、払えないんだね、お金もなくて、仕事してないのかな、仕事してないのか、どう、でもクイズのなんかいろいろ仕事はあります。あ、そうだよね、うん、なんか僕記事とか書いてある、ね、そうそうしてる、あ、そうなんだ、うん、あるな、やってるよ、でもね、それだけが残念ですね。中峰くん連絡取れなかったことだけが。髪はキープしてんの？ずっと何年も。いや、まあまあ減ってますね、徐々に。減ってるの？間違いなく減ってますよ。嘘？うん。やっぱりだって。じゃあ今見たら2017年でもっと生えてる？全然生えてますよ。全然生えてる、ね。もうだから
本当デビューしたての宣材写真とか全然違うんですよ。全然違うんですよ。ゆっこりでハゲネタやってたなっていう、いやちょっと伝わるのかなっていうぐらいの伝わったぐらい、あんまりそんな太ってないやつがデブネタやってるのと一緒で、あれこれそのでもその時からやってたでしょ、ハゲネタ。やってました、やってました、やってました。やってました。そうです、2万ぐらいはキープしたいよ ね。まあそれ毎年言われるんですけどね。そうだよね。でも毎年減ってってるんで、だからやっぱ俺もそうなんですけど、やっぱ高志がやっぱ心配ですよね。そうだね。高志がどんどんやっぱ減ってってるんですよ、高志は。そうそう、だから前からこう前髪がどんどんやっぱ上がってってるんで、僕左あの上手なんで、下手見るじゃないですか、漫才する時。なんか昔は見えなかった袖の阿部浩二さんがどんどん毎回ネタ見てるけどね、人のね袖で見てる。何越しに阿部さん見てる。全部ネタ見てる。いつも見てくれてる。袖ということでお別れの時間でございます。はい、今日のゲストトレンディエンジェルのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。